ということで、八丈の沖が揺れちゃうと結構島も揺れるんですね。その時も崩れなかったと言われております。ただ木の根がどうしても落ちちゃうので、今ご覧いただいているところも結構竹の根が伸びてきてまして、この辺りとかも結構根がビュンと伸びてきてるんですね。これあ、本当、あ、すごい。